FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。今回7月の4週目での放送をお届けということになりまして、久方ぶりに当月7月での収録というタイミングなんですけれども、今回はですね、久しぶりにいろんな出来事がありましたもので、オープニングの時間をいただいて少しお知らせを兼ねてお伝えできればというところです。まず毎月月末週にお送りしております健康にまつわるテーマ、ウェルネスウィークですけれども、実はここ最近の医療事情が非常に切迫しているという状況があります。これはインフルエンザ、それからお子さん向けのウイルス関連、そして新型コロナウイルスについての状況も加味しているんですけれども、非常に医療体制が切迫しているというところもありまして、今回は医療関係者のお招きは現場を優先していただくということで、この7月最終週の放送分に関しましては予定を変更し、去った5月の最終週にお送りしました架け橋沖縄、この内容の再放送としてお送りする予定としております。この架け橋沖縄という内容のものについてですけれども、沖縄の支援をキーワードにしたポータルサイトの運用となっておりまして、この7月の7日に正式にインターネット上にリリースされたというところです。週末には各メディアでのニュース、その他新聞等での報道もされておりますけれども、簡単にこの架け橋沖縄の内容をお伝えすると、困った時に支援を探せるある種のお助けツールという考え方です。支援が必要な方がこのサイトを通じてどの市町村にどういったものがあるのか、もしくは支援をしたいけれどもどこにどういった形の対応が必要なのか、最終的には現在支援活動中の方に対しての情報のアクセス、この3つを一元化することによって情報の集約と、それからより迅速な対応というものを目指すということで、今回は青年会議所、それから社会福祉協議会、そしてこの放送をお届けしております FM 那覇の代表であります奈良社長自身も事務局としてこの活動に参与するということになっています。この5月の27日には実は奈良社長をお迎えしまして、この架け橋沖縄の概要自体を1時間にわたってこの番組内でお伝えしているという状況もありますので、改めてこのサービスのリリースに合わせます形で再放送という内容をお送りする予定としておりますので、そちらも合わせてご確認いただければと思います。そしてすでにこの架け橋沖縄、インターネット上でも詳細の情報が確認可能となっておりますので、ぜひ興味のあります方ご覧いただきまして、ぜひ一つ皆様方のですね、協力を合わせてお願いできれば幸いですということで、今回オープニングいろいろと情報をお伝えしてまいりましたが、今週のゲスト、沖縄の新たな一面を切り開く上で欠かせない若手の経営者の方を今日お招きしております。今日はその方の振り返りと、そして今後の活動に少しでもプラスにお届けできれば幸いです。それでは今週のゲスト、改めてご紹介いたします。ティーダ代表の加納翼さんです。加納さん、今週はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
まだちょっと緊張の面持ちですか。そうですね、ちょっと緊張しております。今日は本当にいろんな角度から、はい、加納さんの状況をこう振り返りつつ、はい、現在の活動と将来に向けてのお話、はい、なども合わせてお伺いできればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず加納さん、もともとのご出身ですが、はい、どちらになりますか。もともとの出身は那覇市、はい、那覇市になりまして、はい、で那覇商業、高校が那覇商業高校、はいはい、で進んだ後に、就職ですね。なるほど、はい、那覇市の方だと、はい、場所でいうと大体どのあたりですか。那覇市の久米、おお、いい意味で都会っ子ですね。そうですね、そちらの方で本当に、まあ、都会ですね本当に。飲み屋街もすぐだってもう加納さんの年齢ぐらいの方での久米だとかなり、まあ、開発というか、はい、整備がね、そうですね、進んだ後ですもんね。進んでいる状態で、実際こう幼少の頃ですけど、はい、ご自身振り返った時にどんなお子さんでした。そうですね、結構、ま、親とか周りの方からは、はい、結構人の目を気にするというか、気にしない方にもっと行った方がいいんじゃないかと聞かれてたんですけど、僕自身はそういうつもりも全く、はい、感じてないというか、ある種大人の目線からすると、はい、こうお子さんの割には、はい、周囲に気を使うみたいな一面があったっていうのは、そうですね、よく、まあ、言われていて、まあ、子供らしくないねとかっていうのはなんか僕は、まあ、子供だったので子供らしく生きてた、はい、生きてはいたんですけど、そういった感じで。このあたりって、はい、ご自身の記憶の中ですけど、はい、この言われたことの要素というのは、はい、ご自身の感覚の中で、はい、たんですか。これはそうだなみたいな思い当たるところっていうのは。いや、思い当たるっていうか、もうありのままというか、うん、まあ、普通にやって、まあ、接してきたっていう部分で、はい、なんかそういったのは特になかったですけどそうですね、そうか、うん、なんかもっと子供らしく、はい、なんか、うん、だけど、まあ、自分としても普通だしなという、はい。で、よその頃ですが、はい、8歳頃から高校卒業あたりまでですかね、はいはい、おばさんと、おばちゃんに。この辺って少しやっぱり要素としてありえますか、もしかすると。あ、そうですね、結構やっぱり、まあ、両親が、うん、まあ、いなかったというか、まあ、離婚もされて、はい、で、まあ、8歳からおばあちゃんに、まあ、育ててもらったんですけど、まあ、その中でやっぱいろんな方々にお世話になるというか、はい、まあ、車もないし、まあ、送迎でしたり、まあ、僕自身野球もしてたので、その中で、まあ、木の使い方ではないんですけど、はい、まあ、そういった部分がなんか出てたのかなとかっていう部分はものすごく、うん、なんか親に対してというか、親がいなかったもんで、はい、そもそも幼少期というか、はい、記憶にある中では、だからその部分がなんか出てたのかなとかそういった部分が。なるほど、うん。ちなみに野球に興味を持たれたきっかけってあるんですか。そうですね、野球きっかけというのが、まあ、そもそも、あの、もともと、離婚する前、まあ、別の場所に住んでたんですけども、はい、離婚しおばあちゃんに引き取ってもらった後に転校した小学校のところで、うん、ちょっと、まあ、友達というか、はいはい、あの、野球やらないかっていうすぐ声をかかって、そこから野球を始めたのが、まあ、きっかけではあるんですけど、もうそこからはもう野球が楽しくてそうですね、もうみんな友達も、まあ、野球つながりも含めていっぱいできてきたので、はい、とても、まあ、楽しい生活はできてたかなっていうのは、はい、感じております。なるほど。ポジションはどちらですか。ポジションは、まあ、サードの方をやってたんですけど。お、じゃあある種肩も強くないといけないしそうですね、ですね、結構、まあ、打球も速いので、ね、いろいろ、まあ、体を大きくするためにご飯もいっぱい、おばあちゃんが手作りをもういっぱい作っていただいて、あ、はい、本当に感謝ですね今となっては
そうすると、まあ、小学校ですから当然軟式だし、はい、途中からこうおそらく高校あたりから硬式に変わるのかな。そうですね、あの中学校からです、今もなんですけど硬式野球っていうのが、中学校とは別でクラブチームがあったんですけど、はい、そちらの方にも、まあ、行かせていただいて、で、まあ、中学校から硬式を触りながら、まあ、そのまま高校にも野球で入ったので、硬式に対してはそんな不安とかっていうのは多分思ってるよりもなかったというか結構やっぱお金もかかってたので、野球する上でおばあちゃんが相当大変だったんじゃないかなとか、まあ、周りの方々のやっぱそういったサポートがあって、はい、まあ、で野球ができたっていう部分があるので、まあ、それを少しでもお世話になった方々にお返ししていきたいという、はい、気持ちがあります。なるほど。じゃあどちらかというとこの野球の延長戦にというよりは、はい、どこのタイミングで一つ区切りはつけるというイメージは、はい、うん、あったという、ね、イメージはありましたね。あ、なるほど。あ、そこがこう高校卒業後の最初の就職先というか。そうですね、そのきっかけにも当たるということなんですかね。そうですね、高校の時に、まあ、この職場体験か何かで消防、もともと実は消防士になりたいっていうのが一つ、はい、ずっと夢であったんですけど、まあ、消防士になるたびに、まあ、高校、まあ、就職活動とかこの大学専門学校行く中で、はい、もうお金がかかるなとっていう中で、この実際に、まあ、例えば消防であれば、はい、その実際に就職が確定するまでの間ということですか。そう、専門学校をやっぱ通うっていうことで、その時のお金とかっていう部分で、はい、やっぱり、まあ、変な話、決して裕福というか、まあ、おばあちゃんに育ててもらったっていう部分で、はい、やっぱり、まあ、妹もいたので、まあ、妹を今後2つ下で2年後に、まあ、大学専門行くってなってくると、僕はちょっと違う道で歩んだ方がいいのかなっていうところで、はい、まあ、就職をすぐ探ししてっていう中で、まあ、先生方からあなた接客いいんじゃないかっていうことで、まあ、ホテルのリゾートホテルで、まあ、就職したっていう流れでありますね。実際こう就職が決まり、はい、いわゆる初めての、この職場として、はい、うん、まあ、いわゆるゼロベースから積み上げていくじゃないですか、はい、キャリアを、はい、その意味での不安とか、もちろん楽しみもあったと思うんですけど。そうですね、結構やっぱり学生と違って社会人に急にやっぱりなるってことで、はい、まあ、先輩方、だいぶ年の離れている方と、まあ、一緒に仕事をするって上での、まあ、コミュニケーションだったり、はい、っていう部分で最初はやっぱり言葉遣いとか、まあ、ホテルでもあったので、そういった部分でよく、まあ、指摘というかご指摘の方を受けてはいたんですけどまあ当時は若いっていうのもあって、何なのかなっていう、まあ、ちょっとした 反抗ではないんですけど、はい、っていうのがあったんですけど、やっぱ就職、まあ、月が経っていくことに、まあ、先輩方が言っていることの意味とかっていうのもまあ理解しながら楽しく仕事はしておりましたいやーでもね、お気持ちはすごく分かる気はします。私も10代の後半はしばらくホテルにいた時期があったので、はい、ましてや当時外資系から国内の運営会社に変わる、はい、前後のタイミングだったホテルだったもんですから、はいはい、ある種教育は結構厳しい方のホテルだったと思うんですね、はい、で当然県内外それから海外の方も当然いらっしゃるので、はい、言葉の選び方とか間の取り方、うん、ですとか、ものすごくその意味では、うん、不慣れなんですけど、はい、でも形にしていかないと、制服を着ていく以上、はい、ゲストからするとそれは関係のない話になるじゃないですか。そうですね、ものすごくこういろんな意味でのギャップの感覚を自分で持ちながら仕事をしていたという印象はありますけれど、はい、なんかそれと似たような部分ですか。はいはい、そうですね、結構やっぱり、まあ、社会人1年目入って、まあ、実際僕レストランの方でウェイターをしてたんですけども、はい、まあ、お客さんをまあ接客する上で、まあ、お客さんはこの人が新人だろうが関係ないと言いますか、分からないことなんで、はい、本当にお客様を喜ばせるために自分には何が必要なのかなっていうのを、やっぱりサービス、まあ、ホテルでのっ
ていうマナーとかっていう部分はやっぱり常に勉強しながら、まあ、先輩方からもいろいろアドバイスをいただきながらやってたっていうような感じですね当時は。うーんあーでもレストランの場合だと特にでしょうね、うん、まあ、ディナーの場合だと、はい、こうコース料理としての場合だと、はい、そのオーダーを出すタイミング、はい、でもちろんコースの内容も質問された時に答えが出せないといけないわけなので、はい、そうですね結構結構やっぱタイミングとかなんですけど、やっぱりサービス業をやってやっぱ思うのが正解がないというか、はい、知れば知るほど奥が深い仕事だなっていうのはずっと思いながらやっていたところですね。で、オンナソンの当初リゾートホテル自体は何年ぐらいですか？はい、リゾートホテルで1年働きまして、はい、その後に、グループ系列が石川県に、はい、旅館になるんですけど、はい、そっちの方に配属が決まって、はい、石川県で3年ちょっとホテル業自体はトータル4年、はいはい、やっておりまして、これまたね、はい、旅館だと、はい、またね全然やっぱリゾートホテルと旅館ではまた客お客様が求めてるものだったりいろんな部分で違いがやっぱ出てくるので、あとは沖縄から初めて出て、はい、不安ともう誰も知らない中でっていう入り締まった感情といいますか、そこでまあそうですよ3年間この石川の方での具体的な業務としては、はい、レストラン以外のポジションもされてたんですか？いやもう主にもうレストランでの接客サービスっていうところで、やっぱり沖縄離れてっていう部分でやっぱ沖縄の料理と以外の部分でやっぱ石川県のまあ郷土料理でしたり、はい、あとはやっぱ日本酒扱っている部分で、はい、まあ、お酒の銘柄っていう部分でもまあ勉強しながらっていうのそうか、はい、全く提供のラインナップがそもそも異なるから、ね、そうですね全く異なるっていう部分で最初は本当覚えるだけで必死だったなっていうのは今でも覚えておりますね。そういった中その後こう沖縄に戻られて次のお仕事の従事というところにはなってくるんですけれども、はい、その転職をイメージされた、はい、もしくは決意されたポイント、はいっていうのはどこですか？ポイントがですね、まあ、実はこの、まあ、子供が授かりまして、そこで石川県授かりまして、石川にいらっしゃるタイミングで、はい、はい、石川にタイミングで、まあ、今の奥さんにあたるんですけど、はい、まあ、出会って子供を授かって、まあ、その中で、まあ、ホテル業の時間っていう部分で、はい、まあ、ちょっと子育てしていく上では難しいなっていう、この時間の取り方、休みとかっていう部分で、これはアサインする時間帯とシフトの問題ですか？はい、そうですね、結構ホテルの場合ですとやっぱ朝レストランですと、朝朝食の2時間を出て、はい、で、まあ、休憩中抜け2時間取って、でランチ出て2時間取ってまたディナーっていう、はい、もうシフトと時間が結構不規則っていうのがありまして、まあ、その中でまあ子供を育って今後を見据えた上でちょっとまあ本当に転職というか楽しい仕事であるけど、まあ子供のこと考えたらちょっとまあ沖縄に帰って仕事をやっぱりもう一度探そうかなっていうところで、はい、奥様自体は、はい、沖縄の方ですか？あ、そうですね、沖縄の方で、もともとエステの仕事をされていたんですけど、またすごい確率じゃないすごいですね、本当に本当石川で出会ったんですよね。石川県で本当たまたま沖縄っていうのを知って、また同級生っていうのもあったんで、はい、それで、まあ、子供授かって、まあ、沖縄に帰って、まあ、子育ても含めてやっていかないといけないっていうところで、その意味では同郷でのお互いのメリットというのはあったんですね。はい、そうですね、ありましたね。ものすごいで、そうすると今度沖縄に実際戻って、はい、でご自身の就職先を、はい、まあ、選ぶポイントみたいなものが今度出てくるじゃないですか。はい、その就職活動っていうのはどういう形で行ったんですか当時？まあ、ポイントとしましては、まあ、僕自身、まあ、沖縄が好きっていうのがやっぱずっとありました。また県外に離れたっていう部分でやっぱりその何か沖縄に携わるというか魅力を伝える仕事をしたい、はい、っていう中で、まあ、食品メーカー、沖縄のお土産の食品メーカーの、
製造の方で就職を選んだっていうのがきっかけで、そこでまあ製造の部分で4年間、はい、あの工程でしたり、そういった沖縄のラフテーとか、はい、そういった部分をちょっと作る工程を学びながら、まあ、営業にも配属が決まって、まあ、実際店舗さんに行ってそういったお客様にとっていいものですよっていうのをなんか伝えながらというか。ああ、なるほど。じゃあ実際にこう製造の工程を抑えつつも、はい、今度はその情報をもとに、はい、営業先で、はい、その商材の良さ、良さというものを PR していく、はい、そうですね、役回りということですよね。そうですね。なかなかやっぱ営業職だと製造に立って営業に行く方ってなかなかこの同業界ではなかなか見かけたことはないんですけれども、あ、なるほど、はい、なのでやっぱ知識とか、はい、商品の良さとかっていう部分はやっぱり製造にいた部分では強みだったのかなっていうのは今になってものすごく思いますね。あ、そうか。もともと製造に携わっていない方が、はい、直接こう営業として動くパターンもあるわけなので、はい、そうですね、はい、その情報量の差が、そうですね、そこがやっぱ強みかなって思って、そうですね、営業の方でもそうですね、トータルでしたもう今は合わせても4年目になりますからね、まあ、転職も含めてですけど、はい、まあ、この業界で営業で今4年目になってますね。この最初の食品メーカーさんですけれども、はい、この業界内での移動というのも多少されていらっしゃいましたよね、確か。あ、そうですね、この業界でも、あ、メーカーで、はい、まあ、辞めた後に、2社ちょっと、転職をした後に、はい、まあ、今回独立っていう、まあ、きっかけタイミングで、この独立の話後ほど、はい、楽曲をお届けした後に、はい、詳しくお伺いしますが、はい、このメーカーというポジションから、はい、あえて、はい、まあ、同じ業界の他の会社さんを見ようと思ったポイントというのはどのあたりですか。うん、そうですね、ポイントとしましてはやっぱりメーカーの強みといえば自社の商品、はい、自分の中で作った商品を、強みとして営業できるっていう部分で、まあ、独立をしたいって、まあ、その当時、まあ、考えておりまして、その中で、うん、どんなしたらじゃあ独立に近づけられるのか仕事できるのかってなった時に、やっぱいろんなお土産を商品を知っていくことだなっていうところで、で仕入れをいっぱい持っている会社さんっていう部分では勉強ですね、まあ、今でも独立したから話すまあちょっとまあ勉強っていうのがちょっとありまして、なるほど、はい、その中で2回転職をしたっていうのが、はい、そうか、メーカーとしてのこの自社の売り出し方は確かにあったにしても、はい、幅広く商材を持つための、はい、いわゆる仕入れのポジションであったり、はい、売るポイントであったりという、はい、ある種の情報、情報ですね、情報を集めたくて、その中で、まあ、メーカーでずっと働くのは、はい、うん、今後ちょっと厳しいのかなっていうのは率直にちょっと思ったので、ここのポイント結構重要なんですけど、はい、食品メーカーさんのこの就職を前提にした中で、はい、将来の独立をイメージされていたというところがありますよね、はいはい、ただ先に話がありました、いわゆる奥様とお子さんの状況、はい、要は、まあ、年齢的なものも含めてなんですが、はい、この状況がある中で独立をイメージできた、うん、もしくはしたかったというのは、はい、あえて独立志向になった要素というのはどういったところですか。要素というのは、その、まあ、一応いずれはしたいなって最初は思いながらも、まあ、仕事はしてたんですけれども、まあ、その中で具体的になったのが、そうですね、まあ、コロナがちょうど始まって、うん、その中で結構沖縄の観光需要、はい、結構観光が結構大打撃を受けたっていうのがきっかけで、実はその時に、ちょっとまあアルバイト、夜昼は仕事して、はい、夜はアルバイトを掛け持ちで、まあ、するようになりまして、その中で働いた時間とお金っていう部分を照らし合わせた時に、はい、なんか自分でやろうとって思ったのがもう一番のきっかけといいますか、率直な自分でやって頑張って結果出してみようとっていうのがもう一番ななるほど、わかりました。
それではここでリスナーの皆様には一曲お送りしました。あと加納さんの独立にまつわるお話、それから現在活動されている内容等について詳しくお話をお伺いしたいと思います。本日の1曲目は加納さんからのリクエストナンバーですけれども、懐かしくかつ沖縄らしいナンバーでもあります。ぜひ一緒にお楽しみください。今週の1曲目お送りいたします。ディアマンタスのナンバーから片手に三振を。
京ナンバーから片手に三振をお送りいたしました。今週のアイネットラジオですが、沖縄観光のお土産にまつわる今後を切り開く活動を行っておりますティーダ代表の加納翼さんゲストにお迎えしてお話を伺っております。さあ加納さん、はい、生い立ちから、はい、前職に至るまでのあれこれをいよいよと振り返ってまいりましたが、はい、ここからはいよいよ独立としてのお話ですけれども、はい、まず、まあ、時期的なものはコロナという一つの大きなターニングポイントがあったと思うんですが、はい、この独立の時期をやはりここに定めた一番の決定的なポイントはどこにありますか？そうですね、まあ、一番といいますのもコロナ禍になって、まあ、3年半ぐらいですかね、はい、もう少しずつやっぱり対策というのも、まあ、こういったものだというのができてきて、まあ、結構観光客が増えてきた、あとインバウンドのお客さんも、まあ、入ってきてるっていう中でのタイミングで、まあ、ちょっとあとは僕自身の年齢、はい、もう何歳までには独立をするっていうのを具体的にも決めてはいましたので、まあ、その中でのタイミングが重なってもうやろうとっていう決意で思い切って始めたのがきっかけですね。やはりお名前に出ております、はい、ティーダ、ティーダ、はい、太陽を意味するものですが、はい、この名前は最初からあったんですか、イメージ。そうですね、僕がもう実は独立するっていうのをもう決めてた後に名前をティーダっていう会社をしようっていう名前のきっかけというのが、結構やっぱコロナ禍でまあ大打撃、この観光お土産も含めてなんです、結構な大ダメージを受けてるっていう中で、まあ太陽のようにというか、なんか明るい、コロナ禍が就職あもう終わって明るい未来ではないんですけど、そういった部分で何か輝きを得たいっていう部分で、まあティーダっていう名前をつけたっていうのがきっかけですね。うーん、でこのティーダ自体の現在の活動内容についていくつかお伺いしたいと思うんですが、はい、まずティーダという一つの器を立ち上げましたと、はい、そうするとこれまでのキャリアを生かしつつ、はい、ティーダの活動として一番最適な動きというものをご自身でどう捉えていらしたのか。動き、はい、例えば何を商材として売る、はい、これがいわゆる既製品なのかオリジナルなのかってもありますし、はい、どういう販路で動いていったらいいのかとか、はい、そういった部分なんですけれども、はい、そうですね、もともとこの業界で卸の観光土産卸業界をまあトータル6年ぐらい、まあ、働いて勤めてたっていう部分で、まあ、その店舗さんっていう部分はずっとつながりを持っていたっていう部分で、まあ、そこはある程度販路先っていうのを自分の中ではこれぐらいかなっていうのは予測を立てて上で、あとはまあ商品に関しましての仕入れに関しましては、やっぱオリジナル自分の商品を作るとなりますと、やっぱお金の費用かかるっていう部分で、最初はやっぱ仕入れ商品で売り上げを作って、でその中での利益でオリジナルっていう部分をなんか作っていきたいなっていう目先で一応今考えて動いているっていうところではありますね。なるほど、はい、この仕入れの内容についてのこの商品群自体はどういったところを重点的にイメージされてるんですか？そうですね、まあ、お菓子、食品、まあ、雑貨、まあ、トータルではあるんですけど、今主に扱っているのもほぼほぼお菓子ですね。お菓子の方を一応扱っておりまして、はい、であと僕自身ちょっとこだわりと言いますか、やっぱりメーカーさんからの仕入れっていうのが、やっぱ直接メーカーさんがもう店舗さんに卸しているっていう中で、やっぱ競争がかなり厳しいっていうのも分かっておりますので、はい、卸し入れずに直接店舗さんにメーカーが直接ほとんど、そうですね、南風堂さんとかご存知のように、はい、そういったメーカーさんっていうのは基本的にはもう直接、まあ、店舗さんの方で卸しをしているので、そのメーカーさんが持ってない商品、はい、まあ、珍しいと言いますか、例えばですけど離島の商品、はい、そういったものを仕入れてで卸しをするっていうのを今商品探しをしながら進めているっていうところですね。あ、なるほど、はい、じゃあある程度のまあジャンルと言いますか、はい、そういったものは無視の中でのイメージを保ちつつ、はい、実際に扱う商材自体は、はい、ちょっとした隙間であったり、はい、よそが扱わないものであったり、はい、
ある種ティリアさんでしか扱えないみたいな、はい、そうですね、武器を持とうっていうのが他の業者さんが触っていないもの、はい、でやっぱ隠れてる商品、まあ、離島にしかないものとかっていう部分を直接その島に行って探してくるではないですけど、交渉しながら僕に仕入れをさせてくださいとっていうのを今動きを取っているっていうのが現状ですね。そうか、はい、で実際に商品を出す側からすれば、はい、もちろん加納さんのお人柄もあるし、その先、はい、いわゆる売り先がこういったものところがあって、はい、で、まあ、半年なのか1年なのかのクールの中で、はい、どれぐらいのロットで出ていくというある程度の数字のイメージがそこで担保できると、はい、取引として成立しやすくなるメリット。そうですね、はい、そこを今考えながら、まずはメーカーではありませんので、僕自身やっぱり仕入れ卸し、はい、まあ、問屋になりますね。やっぱりこの仕入れの商品っていうのに、まあ、こだわりといいますか、た部分で検査ものを使っているとかっていう部分をちょっとまあこだわりながら、まあ、探し回ってると言いますか。こういったもう情報って、はい、やっぱご自身でいろんなところ辿っていく形ですか。そうですね、まあ、結構この業界のお世話になっていらっしゃいます先輩方とかの話を聞きながら、はい、ちょっと僕にお力を貸してくださいとちょっと何か情報ないですかとっていう中での話でしたり、あとその情報が得ればもうあとはもう時間との勝負なので、はい、他の業者が入る前にいち早く僕の方がそこの仕入れ先の方に行って僕にちょっと仕入れさせてくださいとっていうのをもういち早く行くっていうのを心がけてるはい、やっぱり早い者勝ちではないんですけど、やっぱりこの業界ですと、はい、やっぱりいろんな商品探し回ってますので、はい、まあ、いち早く情報を集めていち早く店舗さんに卸しをしてお客様の手に渡ってもらうっていうのを意識をしながら、はい、そうします。ただそれでも、まあ、仕入れ先の数もさることながら、はい、扱う品目の数、はい、自体がどん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 末広がり的に、ね、増えていくことも当然予想できると思うんですけど、はい、このあたりでのご苦労というのはないですか。むしろそうですね、だから今実際なんですけど、仕入れを何商品かさせていただいている中でなかなか、やっぱり製造といいますか、はい、間に合ってないっていう中での欠品、うーん、なかなか商品を届けることができてないっていう部分も、まあ、実際ありまして、そこをちょっと、まあ、メーカーさんとかと話しながら、仕入れ先のお客さんと話しながら、まあ、しっかりと、まあ、店舗さんに持っていけたらなっていうのは思ってはいるんですけど、この欠品が出るということは、はい、裏を返すと作るペースよりも売れる方が早いからっていう意味ですね。そうですね、やっぱ単純に言えば観光業界がもう戻ってきてますので、まあ、その中で結構やっぱこのコロナになって結構辞めた方っていう店舗さんも含めてなんです、結構やっぱいらっしゃるっていう中で、やっぱ人員不足っていうのがやっぱり今課題なのかなと言いますか、感じておりますね。結構やっぱメーカーさんでしたり、やっぱ店舗側もなんですけど、はい、人手がいない、お客さんは今入ってきている、その中での満足度っていう部分でなかなか追いついてないのかなっていうのが、いたしかゆしなありがたいんですけどね、本当に商品が売れるっていうことは本当にありがたいことであるんですけど、なかなかそこまで今追いつけてないと言いますか、うん、でもこの辺の調整事って、はい、どちらにしてもクリアしていかなければいけない、そうですね、課題にはなるじゃないですか、はい、まあ、もちろんこのあたりは加納さんの思いもさることながら、はい、その仕入れ先である供給元自体のお考えというのもあると思うんですけど、はい、そうですね、このあたりのすり合わせってやっぱりうまく進むものなんですか。そうだね。そうですね。僕自身が意識してるといいますか、僕は、お客様に寄り添うっていうのを会社としての、はい、まあ、コンセプトですね、合わせておりまして、うん、その中でどうやったらお客さんに寄り添って少しでも多く商品を仕入れさせていただけられるのかっていう部分で意識しながら、まあ、常に連絡を取ったり
っていう部分は心がけておりますね。難しいところですね。はい、そうか。今の茂先の数自体、はい、おそらく今後も増やしていきたいという思いも当然終わりだと思うんですけど、はい、この増やす範囲って、はい、ある程度の量がまとまった時点で一旦ステイなんですか、それとももう広げられるだけ広げていくみたいな。あ、そうですね、今そこの部分でちょっと、まあ、目先を見ながら動いてはいるんですけど、一人でできるキャパ、はい、っていうのがどうしても、今はもうがむしゃらにと言いますか、まあ、立ち上げたばかりっていうのもありまして、もう無我夢中でやってはいるんですけれども、今後を考えた時にやっぱそういった部分もどこまでの販路、どこまでの商品アイテムっていうのを考えていかないと、うん、まあ、会社がもし、まあ、軌道に乗った時の今後を見据えた従業員とかっていう部分でっていう部分は考えていると言いますか、うん、はい、今はもうひたすら商品探しで、はい、はい、やっているっていうところで、おそらくどっかのタイミングで並行するんですよね、はい、販路としての場所、はい、仕入れ先であり、もちろん卸の設置先の両方がこう裾野が広がっていくことはもちろん大切なんでしょうけれども、はい、ただその一方で、はい、T だとしての看板の強みを生かしつつ、はい、その裾野の広がり方と実際の供給の内容が合致しているかどうかのチェックも必要になってくるわけじゃないですか。そうですね、そこのやっぱチェックといいますか、もう本当にそれはもういち早くお客様の手に取っていただけるようにはどうするかっていうのを考えておりますので、その中でのやっぱりキャパでの大きさ、はい、範囲っていうのを踏まえて、まあ、どうやったらいいのかなっていうのを今のうちでも今考えて、まあ、模索はしてるんですけども、そうですね。そうですね、今僕自身一人なので、はい、僕がもういち早く届けるためには何をしなきゃいけないのかっていうので、うん、お客様のためになることを既に今考えて動いております。いや、すごく大切な動きだと思っているんです、はい、前回からこういろいろとお話を伺っている中ですごく、はい、大切な要素を持たれているかなと思いつつも、今申し上げた通り T だとしての看板の強みを維持しつつ裾野を広げるという、はい、うん、まあ、ある種 どっかの部分で相反する、はいはい、ところが出てくるはずなので、はい、その折り合いを、はい、どのタイミングでつけながら伸ばしていきつつ、はい、うん、でまたおそらく最終的なオリジナルの、はい、そうですね、オリジナルもタイミングというものが出てくる中で、はい、組み立てをどう合わせていくかという、うん、はい、すごくさじ加減がね、そうですね、難しい、まあ、今後どれぐらいになるのかっていうのも、まあ目先が分からないことであるんですけど、もう今をひたすらと言いますか、はい、その目先も考えつつ、もう今はしっかりと、はい、お客様に寄り添っていかに近づけられるのかっていう部分で今もがむしゃらにと言いますか、本当に動いているっていう中ではありますね。特に今取り扱いの、はい、商品群の中で、はい、せっかくなのでこのラジオの番組内でちょっとパワープッシュしておきたい材料があればお伝えいただいても結構ですが、はい、実はですね、僕の前職でもあるんですけど、オンファービスっていう会社も同じ業界ではあるんですけど、はい、そちらの扱っているチラコレっていうブランドがあるんですけど、はい、そちらの今チンスコの3種、はい、石垣の塩、ベニーモチンスコ、チョコチップチンスコっていうのを今仕入れさせていただいてはいるんですけれども、その商品がかなり動いているっていう中で、でもともと仲間製菓さんのチンスコを取り入れてはいるんですけど、はい、味も美味しくて結構今空港、まあ、国際通り、まあ、ドンキホーテさんにも並べられてますので、はい、この商品は価格帯、まあ、400円っていうお手頃価格で、まあ、動きもまあ、売れているっていうのも実績もあるので、これはぜひ一度、はいはい、ぜひお土産買う方にはおすすめの商品でありますね。 ありがとうございます。そういった形でね、はい、手に取っていただく一つのポイント、はい、
要素とかもできればいいかなと思ってますし、はい、あと今ティーダさん独自で SNS その他での情報発信自体というのはどういった形で対応されていらっしゃいますか。あ、そうですね、今インスタグラムの方でも、会社を立ち上げて今あの会社専用で一応やらせていただいているんですけども、まあ、その中でまあ取扱い商品で、はい、まあ、卸先、まあ、今主にまあ那覇空港国際通りの方でやらせていただいているんですけども、そういった卸先の情報で、はい、まあ、こういった商品が欲しいですっていう部分で今宣伝をしながら、はい、やらせていただいておりますね。わかりました。じゃあフォローする場合の検索はカタカナの方が検索しやすいですか。そうですね、あ、カタカナよりもアルファベットでティーダと、はい、打っていただいて、TIDA、そうですね、DA ですか、はい、でそちらで検索をかけていただくとヒットしやすい、ね、はい、ヒットしやすくなりますね。わ、はい、かりました。特にあの取扱いの商品群の細かい情報ですとか、はい、いわゆる卸し設置先等についての情報はね、はい、きちんと確認いただいた方が、はい、そうですね、足運んでいただくときも対応が楽かと思いますので、はい、ぜひそのあたりリスナーの皆さんも一度情報をご覧いただいて足を運んでいただきたいと思います。さあ、ということでここあたりで本日のラストナンバーをお送りしたいと思うんですが、今回加納さんのたっての希望で沖縄にまつわる楽曲というお話があったので、今日は久方ぶりにこの方のナンバーで締めくくりをさせていただきたいと思います。それではお聞きください。池田卓さんのナンバーから、島の人よ。
お届けいたしました。さあということで加納さん、はい、なんと番組まもなくエンディングでございますが、いかがでした今日放送振り返ってみて。そうですね、なんかあっという間の時間といいますか、まあ、本当に緊張もしながら、はい、初めてのまあ経験でもあったんですけど、まあ、一つ何か自分の発信といいますか、はい、できたっていう部分ではとても大きいのかなって。まだまだ会社としても始めたばかり、立ち上げたばかりっていうところで、はい、まあ、これからもっと頑張って成長できるようにやっていきたいなとですね、はい、で今局間でもお話しさせていただきましたが、今後オリジナル商品の開発ですとか、はい、今のティーダの活動状況というのも、はい、年々いろんな形で変化が出てくるかと思いますので、はい、要所要所のポイントで、はい、うん、ぜひいい番組でまた取り上げることができれば私も嬉しく思いますし、はい、そこはもうぜひまた何か、はい、今後の、まあ、状況を踏まえて、はい、ぜひお伝えできたらなと思っておりますので、はい、では最後に、はい、加納さんから、はい、リスナーの皆様に何かメッセージがあれば、はいはい、ぜひこの場を借りて一つお願いできればと思いますが、はい、僕自身この観光お土産の卸業界をしているっていう中で、まあ、コロナでとても大打撃を受けた部分で、まあ、苦しい時期もあったんですけれども、まあ、コロナも収束に向かって今沖縄が少しずつ活気づいてきているのかなっていう部分で、ぜひ、はい、これからもティーダを見ていただけたらなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。私自身今日加納さんとのお話を振り返った中でいくつか感じた、はい、実はポイントがありまして、実際加納さんぐらいの年齢の方で、はい、独立をやはり明確に意識をした中で、はい、これまでのキャリアをうまく応用して組み立てていくというプロセスってものすごくこれからの沖縄にとっては大事かなと思っている要素があるんですね、はい、でもう一つは番組の冒頭でお伝えした架け橋で、これはもちろん生活困窮ですとか、いわゆる一人親世帯という要素というものに対しての支援というものが明確ではあるんですけれども、はい、一方でそういった要素が必要な沖縄の現状もあるという中で、はい、加納さん自身の活動の延長線に、はい、沖縄のやはり次の世代がよりいい形で生き残っていくための、はい、大きなね布石になっていただけるとすごく嬉しいなと個人的には思ってますし、はい、むしろ加納さんの活動を見た次の世代の方がね、はい、うん、それをこう一つのお手本として、はい、うん、次の一歩を目指していただく、ね、はい、機会になれば嬉しく思っていますので、はい、今日のちょっと放送を振り返りつつ、はい、ご自身の活動にいろんな形で生かしていただけると私もすごく嬉しく思う次第です。はい、本当にこちらこそもういろんなことがある中で、まあ、初めての経験だったんですけど、はい、今日は本当に貴重なお時間、いえいえいえ、はい、お話ができてよかったですね、はい、何よりもやはり今回の放送後に動画が残りますので、はい、ご自身にとってもそうですし、これからの活動、はい、そしてご家族にとってもね、はい、今日の記録がより良い形で生かされることを本当に心から願っていますので、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。ということで今週ティーダ代表の加納翼さん、ここまでお付き合いいただきました。加納さん、本当に今週ありがとうございました。ありがとうございました。それではアイネットラジオ、今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔で、そして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。